冷凍庫ゼロやっていくかい。よし、人を殺すところからでしたね。人を殺すところからだったよな。右行って左かな。よしよし。なんかもう真島の決意は固いみたいなんで、僕はもう真島の意思を尊重しますよ。殺せと言うなら殺します。ん、うわぁ、どいてどいて。うわぁ、なんだこいつ。パッシー君と呼ばないで。危ないやないか、急に飛び出してきた。すいません、急いでたもので。まあやわ、そういう人もそんなに急いでどこに行くんや。コンビニです、そこの通りの。コンビニに行くのに何を急いでんだ、はい、お前は。一刻も早くリップクリームを買ってこないといけないので。リップクリーム、急いでるんで僕はこれで失礼します。どうした、今まで足を痛めたんか。違うんです、実は今朝から少し足が痛くて。それなら無理せんでゆっくり行けばいい。それが走らないと間に合わないんです。どういうことや。とにかく急いでるのでこれで失礼します。あんなに急いでリップクリーム買いに行くとはどんだけ唇カッサカサや。まあそこまで言うならリップクリーム、ここか。え、どこだ、ここに買いに行くのリップクリーム。ちょっと無視するわ。あまりにもどうでもいいわリップクリームは。ちょっとここはスルー。お、なんか美味しい。拾えないぞ。アイスココア、タイプよ。どうもありがとう。変な名前だな、アイスココア。一撃で読めた俺もどうかと思う。ほぐし会館、カツアゲくんの寝息が聞こえた気がするが、ここはスルーでいきましょう。今日は人を殺す、そのために俺はやってる。ためらうことはない、惨めな思いはもうしようない。今度こそやったるんや。突入。戦いになるな、これは間違いなく。ドゥン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 、ほぐし会館、ここやな。なんか持ってきたの。ドス、ドスだ。めっちゃ可愛いやん柄。長ドス、ガチで殺す用のドスやんこれ。負けぶれ、どこや。いいね、コアマジマもガチで殺す気じゃんこれ。アンダーテール以来だぜ。カーテンの向こうが怖えのは。いない。何や、誰もおらんのかい。怖っ、ホラーゲームやん。出直すか。後ろにいそう。おらんのは後ろ。え、わ怖っ、絶対おるやろ。ん、え、強そう。こいつが牧村か。めちゃめちゃムキムキやん。癒し続けて10年、ゴッドハンド、ゴッドハンドにお任せやる。あなたですか。目見えてね。お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。あ、目見えてねえわ。さすがにバレるくね？ぶつかるぞ。
何を見せられてるの。あ、やべ。はい。ちょ、いや、ちょ、ちゃうね。助けて、助けて。違うや、俺客よ、客よって。聞けや。おい、ええから聞けや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。ビビるわな、もう いないと思った人いたんだもんな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになるのが怖くなってな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんや、ゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。かわいそう。おい、すみません、怖くて。おい、泣いちゃったじゃねえかよ。すみません。マジマ、最初から話こかけとけよ。もう店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。かわいそう。いや、そりゃ怖いやろ。出直すわ。どうす、拾えよ。本当に、本当にすみません。両親の呵責。僕はおつらいんですか。それちょっと、俺の。さっき。体がバラバラになりそうって。そうなんすよ。治療されるなら早く予約をされた方が。え、あ、ああ、それはもうええんや。ほな、まだな。やっぱり、やっぱり。さやまー、ちゃ、ちゃう、違う、言ってんやろが。ほな、わかった。予約するまで泥棒と。お姉ちゃんにやってもらおうかな。お？な、それなら納得してもらえるか。え、いいのかよ、お前もそれで。どうす、拾った？塩洗った？なんだ、おい、おいおい、怖い怖い怖い。お客さん、本当に凝ってますね。それ凝ってるだろ、あんなところに寝てるからな。相当辛かったんじゃないですか。めちゃめちゃ入れずに。あ、ああ、こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。そうですね、雀士の方をやらせていただきます。仕事、俺は証券マンや、キャバレーのボーイや。内緒や。証券、嘘つかんでもいいけど、ちょっとキャバレーのボーイ行くか。キャバレーのボーイ。俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。ん、もう俺はもう普通に良かった。やっぱり大変なお仕事みたいですね。この前も、おや、グランドって有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日すごい大変だってぼやいてました。ほほー。誰や一体。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから全然苦にならないんですよね。めちゃめちゃ真面目じゃねえかよ、お前。私、お客さんから仕事のこととか街のこととか聞くのが好きなんです。ほう。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって、施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ほう、ほう。このままこっちの素性を探られてもしゃあない。むしろこの女から情報を聞き出しておこうか。店長のことでしょうか。ここの店長ってのはどないな人なんや。店長ですか。そうですね。なんか見た目は怖いらしい。そうか、もう見た目見たことないもんな。何や、その見た目はっちゅうのは、まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他
他にいませんよ。おお。そりゃ、怒鳴ると怖いかもしれませんけど。その女や、暴力を振るうタイプとちゃうんか？暴力？確かに店長、力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんは、どんだけ力入れて、いつも悲鳴を上げてますよ。わ、いいな、俺も体結構凝ってんだよな。そういう意味はノーってな。整体とか行ったことないから行ってみたいんだよね。あんなに強く指圧してるのに、揉み返しが起こることが全然ないって。ちょっと真島殺す前に、すっごく評判なんですよ。牧村、俺のこと施術してくんねえからな。ちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために、へー、出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を、めっちゃいいやつじゃねえかよ、整体師としてもよ。普通に整体師なんだな、マジで。人間としてとっても尊敬できる人ですよ。ブルセラはやってないな。それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ、うん、人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。いいやつアピール。おいおい、盲目ジョーク。さすがに笑えんで。この子もアッコと同じで牧村誠に救われたことがあるみたいな。やっぱり本物に大手見んことには確かなことは分からへんちゅうことか。このままこっちの素性を探られてもしゃあない。本人のことに聞くのか。ほら、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか？そうですね、展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。いや、目見えないとな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。確かにね、目が見えないと娯楽の幅ってすごく狭まるように感じるけど、一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから仕事が趣味みたいなものかもしれません。目だけは嫌だな。人と話すのが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか？私がですか？さすがにそれは。お前すぐあ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。すぐスカウトする。そういうものなんですか？そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか？うん、まあ上司がちょっとね。上司がすぐ人殺そうとするから。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。優しい先生でよかったな。お前、店長に出会えて死ぬけど、私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、タカ&トシのお店だったら、トシレベル500みたいな感じだ。店長に相当感謝してるよ。ってどんなやつなんや。まあ死ぬんだけどね。わ、店長帰ってきそう。うわ、気持ちよさそう。押してもらいてー、俺も。帰ったら彼女に押してもらおう。やべ、トスが。店長来てブワーッつって見られるでしょ。背中がコウモリじゃないかどうか。お客さん。はい。お客さん。お前寝とったんかい。何や、寝てもうたんか。まあ、寝てまうわな。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか？睡眠不足というか、うなされてたからな。そうかもしれんな。じゃあ今度は仰向けになってもらえますか？ちょっと枕の準備しますね。ったく、何してんねん俺は。本当だよ。あれ、店長。え、部屋は
参った参ったやべえぜドスが飯食うてもうたわまた忘れ物ですか店長やるのかマジマここで先週かいらっしゃいほうこれはお邪魔やったかな怖っバリリズミ入ってるやん店長をご指名でいらっしゃったんですよお仕事が大変みたいで体中カチカチで私が無理言って施術させてもらったんですですよねああそうやほうそない体痛めつける仕事っちゅんも興味ありますなうわ怖っハリーですかそれはあ弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしなオプションでハリー行っとこか思てなえ本当ですかアンジャッシュ状態ラッキーですよまずいですよ常連さん以外ハリ治療やってくれないんですハリ治療ってどんなハリ級だったらお客さん残りも良くなるかもしれないハリってそんなに効くの危ねえあれ何の音だろうああかん大事なもん忘れたわちょお前タバコ買うてこいや私春やるときわしがタバコで急に火つけるガラ悪すぎだろお前あ早く買うてきてでも私だと時間かかりますよ大丈夫やそれまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからなまずいでマジマじゃあ行ってきますどうすもねえし勝てねえぞこのままだったうん気ぃつけてなはよドス取ったらどうや固めのあんちゃんこういう状況も慣れっこっちゅうわけがなんで字幕ないの牧村誠さんよそんな前どこで聞いたんやどこもかしこもあるかいなんか字幕消えたぞテレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわほういろいろ調べてきたようやなどうの何やずいぶん余裕やな近江の鉄砲玉がなんか知らんが的の店で気抜いとるような敏郎の殺し相手ならなおさらやん悪いことは言わんこのままおとなしゅう帰れば見逃してるでふん引く気はないかやんのこれマジでやらゴッドハンドの大サービスや行くぜマジでやっちゃうの怖っ顔うわそんな起きるあの針クソ強くねうわ危ねやべどうすか結局肉弾戦かよダンスにしてやるぜよくねダンスやばいんだけどどうしてかおしてほっほっほっほら強くねマジダンスやばくないかやべ食らったらやばいなこれこれやばいこれくそ無限じゃんもう技がしっかり行ってこのカポエラスタイルいてっいてっうまく引いてなんかアクション使えないなきた何ゴッドハンド出たゴッドハンド強っいってゴッドハンド危ねえ
あぶね、通報されるとこやった。やるやんき。やるやん。こいつ、なかなか面白い。でもダンスが強すぎて。ダンスが強すぎて、それどころじゃねえ。ここはスラッガーでバッと使わせてもらうで。せーの、よーし。死んだな、死んだ。強、バットでぶっ飛ばしたのに。どっからバット出したんだよお前マジで。ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もやお前。こっちのセリフや。なよ、ん、なんだこいつら。邪魔すんで。めっちゃ邪魔するやん。やっぱりチンケなチンビラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。あれ、牧村じゃないの。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ。笑いの表情めっちゃリアルだったね。何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、こいつ牧村誠じゃないんだ。こちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。買ってきましたよ。え、もしかして。あれ、店長。まこと。な、え、そっち。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。女。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろまこと。うお。リー、店長、どうしたんです店長。ま、まこと、ええから逃げろ。なんなの、店長、店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんなおっさん。おら、おさっとすんな。へいへい。ああ、何するの。おれ、さっさと連れてけ。くせ、何に巻き込まれたんだこれ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまに、あの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。中華はあれ、何もやね。あの女俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。めっちゃ強そうこいつ。あんたも死んどき。銃は無理じゃね。うお、来た、ゴッドハンド。あいつを逃がしたってくれ。なんやと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。おお、なんか誰かわな、リーなんたらやられちまったって。余計な邪魔しよって。今や、早く行け。なんなんや。もうめちゃめちゃや。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな兄ちゃん。お、やったれ。